大量やね、はい、ま、マナガツ多そうやわ、めっちゃおるやろ、はい、視聴者の皆様ごめんなさい、申し訳ございません。ご報告があります。当初の予定ではですね、モンゴウイカというイカを取ってこの壺に入れて沖漬けを作る予定だったんですけれども、高級魚がたくさん取れてしまいました、見てもらえれば分かると思います。どうぞ。どうも、吉村です。さて今回なんですけど、単刀直入に言いますとね、沖漬けを作りたいということで、これから僕漁師なんで漁に行くわけなんですけれども、そのね、漁で獲れた魚をすぐですね、沖漬けのタレに漬け込んで食べるまでのね、過程を皆さんにお届けしたいと思います。で、そのね、壺なんですけれども、ちょうどねここにタコ壺っていうですね、こういうのがありました。タコ壺って何ぞやっていう方いらっしゃるかもしれませんけれども、はい、こういうね、まあ、空間の空いた壺をロープに簡単に固定して、こうやって海に投げとくだけですね。まあ要はこれでですね、数日間放置してるとタコがですね、これを住処としてこの中に入って、僕たちはですね、このタコを獲物にできるというわけですね。普段からですね、私の動画見てくださってる方はね、わかると思うんですけれども、定置網操業してます。で、定置網で取れる魚っていうのは、ちょっとマイナーな魚でいうとマナガツオだったりね、そういったのを取るんですけれども、多分ね、今日もこれからイカがね、取れるかと思います。で、イカの沖漬けってね、まあ皆さんも聞いたことあると思うんですけれども、まあ、それはね、今日は作りたいと思います。イカです、イカでね、イカの種類ね、いろいろあると思います。まず王様と言われてるのがアオリイカですね。で、僕がよく取るのはコウイカです。で、そこにですね、今回の、まあ、多分取れるかなと思うんですけど、モンゴウイカっていうですね、大きいのはこの壺ぐらいあるんじゃなかろうかと思いますけれどもね、そういった大型のイカがよく取れるんで、そのモンゴウイカをつけたいと思います。で、視聴者さん、ケンちゃん、これ多分汚いな。はい、めっちゃ服汚れてます。白い服が先言ってくれる。ということで、まあ僕の T シャツも汚れたように、これめっちゃ汚いんで洗いましょうか。で、こういうね、穴も開いてるんですよ。で、沖漬けなんで、もちろん沖漬けのタレ作ってこの中に入れ込むんですけれども、こっちがよくわからん状態になっとるし、なんせ中が汚いから、ちょっと今回はビニールでもちょっと入れてやりますか。ということで、これケンちゃんちょっと洗ってもらおうか。はい、どうですか、漁師になれました？最近漁師やってない。やってない YouTube ばっかりなんで。 YouTube ばっかりやな、はい、今日から漁やな。はい、楽しみではある。はい、楽しみではあります。じゃあ、イカの沖漬けを2人で美味しいのを作って食べましょう。はい、ケンちゃん、この後ろのロープ包丁で切っといて。はい、 OK、 洗い流しますか。はい、ケンちゃん、そこ J って書いてあったな。はい、まあ、こういうわざわざね、手間かかってますから、こういうことするってことは多分 J さんのイニシャルっていうことやな。多分そう。そうやな。で、この地区に J さんっていう人一人いるんやけど、はい、もしかしたらその人のかもしれないけど、まあ、今回はお借りするという感じで、はいはい、どうせ海の中で拾ったものやから。はい、ということで、まあ洗浄も終わりましたんで、この中にビニールを入れて、醤油、みりん、酒かを入れて漬け込みたいと思います。ということで、もうちょっと暗くなってからケンちゃん漁が始まるんで、それまでまあ待機しておきましょうか。はい、はい、何が取れるか楽しみやいうことですね。ケンちゃん、この前一緒に海に出たやろ。はい、クラゲ多かったやろ。多かったですね。多分な、今日はクラゲの大群が見れると思います。網の中にどっさりクラゲが入ってるわ。クラゲって売り物にならないんですか？なるわけないやろ。あ、まあそうっすよね。そうっすよ。そうですね。さあ、ケンちゃん、あれから数時間が経ったけど、はい、沖の時間まではもう20分か10分ぐらいやわな。やばいですね。で、これ煮沸せなあかんこと忘れとった。そうですね。はい、ということで、今から急いで煮沸します。で、醤油はちょっと多め。ちょっと多めです。ケンちゃん、はい、辛い辛い。砂糖入れちゃうで。辛いな、まだ。ケンちゃん、よしよしよし、計算済みですよ。本当ですか？いや、大嘘やな。ということで、もうちゃちゃっと完成しました。本当はね、冷ましたいけどね、時間がやばいな。見て、ケンちゃん、予想通りちょうどや。計算済みですか？いや、大嘘やな。よし、行くぞ。それでは、はい、漁に行きます。ケンちゃん、俺はお腹が弱いんよ。すぐお腹を下すんよ。ああ、今ええで、お腹絶対下かんで。
福田さんですね。あったかいわ。ほんでちょっとね、自販機ここにあるからちょっとジュース買おう。なんで買うか分かる？醤油でな、カラッカラや俺喉。そういうこと、何飲む？いや大丈夫ですよ。いや買いや、どうせ食うやろ。食うで。じゃあこっからあと10分ぐらい行きましょう。はい、はい、さあけんちゃん、寮っすね、はい、そうですね。寮慣れた？いやまだ慣れないです。まだまだかということで、まああそこクラゲがいるんですけど、クラゲがいっぱい取れるんですよ。でクラゲがいっぱい取れる中でマナガツオっていうね魚をメインで取るんですけれども、まあ、最後までご覧になっていただくと、そのマナガツオの超高級魚なんで、姿が見えると思うんで、それもぜひお楽しみください。まあ、今回はですね、まあ、これを持ってきてるということもありますから、一応狙いの魚はマナガツオに加えてモンゴイカが取れればと思ってるんで楽しみやね。はい、ちょっと塩辛い説はあるけど、まあ少々は。ということで行きましょう。ケンちゃん、親父がおるやん。はい、で親父はなんか YouTube あんまり、まあ、よしとはしてないというか、まあ多めには見てくれたんやけど、こう寮の仕事する過程であまりこの YouTube に時間を割きよったら怒られるけん、ちゃちゃっとまず音からしたらこれがあることが違和感やから、この船に。そうです、ね、そう、なんじゃこりゃっていうね、二度見ぐらいはすると思うから、まあその中でも音の激励に触れないようにささっとモンゴイカをバレないようにこの中に入れましょう。バレないように、あ、まあ俺がやるからそれ。まあそういうところも皆さんお楽しみに。ケンちゃん、はい、多分あんたが今まで来た中で一番強風やろ。強風です。まあちょっと高いやろ波も、はい、まあ今日の量を気をつけながら、イカを壺に入れる作戦を遂行させましょう、はい、でケン、壺にイカ入れるぞとか言うと音がなんかまた量をサボりやがってとか思うかもしれんから、なんか合言葉決めとくか。壺に入れるよって言うわ。そしたらそのカメラを構えなさい。分かった？はい、大量やね、はい、マナガツ多そうやわ。めっちゃおるやろ。はい、キャリー持っといて、はい、ケンちゃん、はい、大量でございます。はい、これは珍しいよ。え、めっちゃおるぞ。エイも少ないやろ、はい、なんかねマナガツオがこうやって多い時は他の魚も少ないな。そしてちょっと今は安いけど、わかる？トラフグです、ね、トラフグ。これ生かしとこう、イケス入れて、はい、でかいな、これ2キロぐらいある。これめっちゃでかいやろ。めっちゃでかい。5、6000円、6000円もっとするな今やったら。でこれちょっと流水一抜きするから、はい、イケスに入れとくわ。本当はもっと大きいバケツ入れとくんやけど、ちょっと忘れたから、こんな取るつもりじゃなかったから入れときます。でこういう時嬉しくなってこの赤いに刺されへんように見て。でこういう鱗が剥げてないのがめっちゃいい答え。多分このまま逃がしても生きる、そのレベル。これ珍しいね、ボラ。お金にはなりません。チヌね。明日も期待できるね、これやったら同じぐらい取れるかもしれん。ただ何があるかわからんから、たまたま今日マナガツオの大群が通っただけかもしれんし、いやむしろそのパターンが大きいんやけど。ケンちゃん現れてくれんかな、海の中かな。まさと、君が落としたのはこの銀の包丁ですかみたいな。海落としたかもな。ダブレ取るけど、そこは取れましたね。はい。初めての大漁か。やろ。初めて見ました。漁が取れたら嬉しいやろ。はい、嬉しいし。ちょっと高揚するやろ。はい。気持ち、お父さんが優しい感じがありました。正解。まあでも全漁師さん嬉しいことやからな。それはね、自分の収入になるわけやから。ただイカがいなかったですね。イカおらんかったな。ちょっとイカをなメインチャンネルにしようと思ったんやけど。これすごいよ。どうするこれ、放送します？でもオープニングはこれやもんな。
ご報告がございます。イカを取るつもりだったんですけど、違う高級魚が、大量に取れてしまいました。申し訳ございません。イカは取れなかったです。マナカツオいくらぐらい取れたと思われる？50キロですよね。あ、そっか、もう計算できるか。だいたい50キロぐらいはおると思うよな。ちょっとでも小ぶりやから、キロあたりの単価はちょっと安い。2000円やったら10万ぐらい、よくて15万。もっと大きいのいっぱいおったら15万円ぐらいいくんやけど、基本小ぶりやったよ。金額にするとね、大したことない。もっと取らないかんね。肩的に使えそうな、この2つは。2つ、何に使うんですか？何に使う、難しい質問ですね。難しい。、まあ、高級料亭に行くんや多分。